はい、皆様こんばんは。アリベイチャンネルのアリベイです。今日はですね、対談という形で、私も皆さんご存知な人多いですけど、北海道大学の卒業生で、今現在札幌の北海道大学にフランスから留学で来られて、もう修士号をすでに取られて、今博士課程2年生にいるフランス人の、すごく優秀な留学生、美しくて頭も良くてですね、私も今日知り合ったんですけど、すごく日本語も得意で、面白いテーマで理系なんですけど研究されているので、ぜひ皆さんも興味があると思いますから。普段私の周りにフランスの男性が多いんですけど、初めて今日はフランスの女性とも仲良くできて、しかも同じ大学を共有してて同じ留学生ということで、ぜひ話をしていきたいと思います。北海道大学の生命科学院の博士2年生のルディさんですね。ルディさんがそもそもいつ日本に来られたんですか？2020年ですね。コロナが始まったばかりの時に来ました、はい、ちょうどコロナ最中に日本にやってきました。なかなか勇気がいりますね。そうですね、よくビザとか取れましたね。あの時代なかなか日本に入るのも大変でしたからね。そうですね、実は最後の飛行機乗れました。最後、はい、その後も飛んでない。もう飛んでない。止まった、はい、よかったですね、それは。はい、はい、まあ、よかったかどうか本人で聞いてみないと分かるんですけど日本に来てやっぱりよかったですか？いや、嬉しいですよ。雰囲気はさすがにちょっと違うでしたけど、はい、その時思ったものとやっぱり違った、ちょっと日本は、まあ、そうですね、コロナだったからほとんどはみんな隔離というか、まあ、自分の家に行って、あんまり外に行くとそんなにイベントとかなくて、ちょっとまあ寂しいという感じがあったんですけど、時間に比べると、コロナの時はもうロックダウン、完全にロックダウンだったから、出るのは禁止。そうですね、どこも、まあ、日本は海外に比べてまだ緩い方でしたけど、でもレストランとかほとんどやってなかったから辛かったですね。まあ、そうですね、遊ぶ場所もないし、大学も遠距離になって、授業対面型じゃなくてオンラインに切り替えたりとかしてましたよね。まあ、それはそうですけど、おっしゃった通りに、修士は日本でもやってたので、で、修士も主に理系は研究なんで、はい、で、研究はコロナでもできました。できました。よかったですね。それ助かりましたね。うん、私もそれこそワイン業務を始めたのはこのコロナ最中ですよね。同じ時代にルディさんが北海道大学に留学してきたというですね。じゃあルディさんは理系ですよね。はいはい、文系じゃないのに不思議に思ったのが、日本語がここまで上手いのはどうしてですか？そでも理系だとね、英語で皆さん来たり勉強したり実験して英語で書いて論文出して修士博士号取る人多いんですけど、うん、まあそれは日本語恥ずかしいなんですよ日本に対するあれ憧れですか？文化とか。あ、そうですね、確かに来る前には絶対に日本に住んでみたいなという感じがあって、日本の文化が憧れというか、いろんな日本の文化はやはり浴衣です、ね、浴衣、うん、いろんなことがあって、まあ食べ物とか、はいはい、茶道とか、はい、いろんなことがあるので、日本の文化ね、茶道に興味、私たちもそうですよね。あ、皆さん実は今動画撮っているのはですね、札幌すすきのにあるビストロマリオというねレストランに来てて、私たち行きつけのお店でもあるんですけど、ホロディさんとは今回初めてですよね、ここに来るのはね。よくいろんな知り合い友達一緒に来るんですけど、ここで今日はアゼルバイジャンでもなくフランスでもなく、なんとブルガリアワインで乾杯していますね皆さん乾杯。やはり、私自身ももともと留学生、外国人という立場で日本に来て、アゼルバイジャンで日本語を勉強して、日本の文学歴史を勉強して、さらに北大に来て修士博士で勉強、領土問題など勉強しましたけど、やっぱり日本語が得意な外国人が尊敬しますね。特に今は別に日本語を勉強しなくても日本の大学で英語でも教育を受けられる制度あるし、英語できる先生のところに行けば特に理系はできるんですけど、そこでもルディさんが日本のことが大好きで日本語も勉強して、日本の文化をもっともっと間近で感じたいというのがあったんでしょうね。あ、ところで今ルディさんの研究テーマなんですか？はい、
まあ、すごい難しいんですよ、ここ。ですね、簡単にすると発生、どうして発生が始まって、どうやってあの遺伝子、ザイゴティックの受精卵の遺伝子が始まって、発現できることを勉強しています。あれですか、分かりやすく言うと iPS の、iPS 関係もあるものなんですね。はいはいはい、本当に全く私も知らない分野で、全く無知であんまり深い話はできないですけど、すごく面白いんですよ。なんか要は人工的なあれが成功して実現されると、実行されると、じゃあ女性は人工的な卵産むんじゃなくて、なんか自然に自分の子供産むような、自分の子供のような人工的になんか移されるんじゃなくてね、それがあの可能になるみたいな、そういうなんか難しいテーマではあるんですけど、まあ、確かにそうですね。iPS を考えると、将来的にはもしかしたらかん、自分の血の細胞とか、自分の、受精卵作れるとか、なんで不妊の問題がなくなる、可能性があります。そうですね、まあ、日本もひどいですけど、世界でやっぱり不妊治療もね、あんまり成功しない事例も多いし、すごく皆さん金もかけてるし、子供が死ぬに子供ができないという人たちも、まあ、年齢層も上がってて増えてるんですけど、そこでやっぱり子供が欲しい、どうしても欲しいという家族にとっては一ついい、ね、提案ができるかもしれませんね、将来的にね。いいですね。いろんな治療に役立てるものだと思います。ありがとうございます。はい、ということで、まず乾杯をして、ここにまたいろんな友達が来てるんですけどみんなと話をしながら、なんか動画の続きを考えていきたいと思います。まあ、ブルガリアワイン美味しいですね。でもね、初めて。シャルドネとなんかブルガリアの土着品種ベンティメーノでしたっけ、なんかそんな感じのすごい美味しいんですよ。ここビストラマリオに来るとですね、まあ、日本橋和風じゃなくて洋風的な、まあ、ヨーロピアン的な居酒屋なんですね。ちょっと変わってるところです。ここの店長、オーナーシェフ、まあ、マリオさんという人も結構タローとか好きで、ダイビングとか行ったりする人、面白い人ですから、好きなの来る人いればぜひここにも立ち寄ってみてください。本当に面白い場所です。はい、皆さん、ということでルディさんと今ブルガリアワイン、ビストロマリアで飲んでますけど、この前ここに来る前に日本酒も美味しい日本酒、北海道の日本酒飲みましたよね。そうですね、はい、ルディさんはフランス人でワインが多分得意と思いますけど、皆さん日本人 もうフランスワインばっかり飲む人多いんですけど、フランスの人から見て、ルディさんから見て、やっぱり日本酒も美味しいんですか。まあ、そうですね、同じく複雑な味があって、で私はあまりわからないんですけど、今日は初めて初めてこのように美味しいものを飲んで、うん、今日は結構いいところで、カナダというね、スキノで有名な日本酒のところですけど、そこで飲んできたんですけど、やっぱり美味しかったですね。私もこれまでいろんなところで日本酒飲んでますけど、どちらかというとワインの人ですけど、やっぱり日本酒も とても美味しい、レベルが高いし、最近ワイングラスで飲む日本酒も流行ってますからね。はい、ここで皆さんにとっても多分面白いと思いますけど、ルディさんが日本に来て良かったこと、嬉しかったこと、なんか来て、やっぱり日本に来てよかったと思ったこと、もしくは逆に来てフランスにいた頃思った日本と、あ、実際自分の目で日本は違かったとか、なんかカルチャーショックみたいなのあったんですか。いっぱい友達ができて、あとは美味しい魚、刺身とか食べてのが一番良かったです。北海道はね、特に東京と比べるとやっぱり安くて美味しいものいっぱい手にありますからね。魚も美味しいし、フランスに比べると美味しいです。はい、フランスに比べるいいですね。多分日本人もね、そう言っていただけると嬉しいでしょうね。はい、あとなんか日本語が来た時からずっと話せてました、それとも日本に来てから話せるようになったんですか。いや、むしろ日本に来たからちょっとレベルが下がった感じ。下がった感じ、はい、フランスに行った方が日本語をもっと勉強したということですね。はい、勉強してて、その時は本当に漢字真面目に勉強してたんだけど、今はもう使えないんですよ。前まですごい真面目に勉強されても、やっぱり日本人みたいに謙虚ですから、そういう発言されてますけど、すごく日本語もね、発音が綺麗でいいですね。話しやすい、会話しやすい。優しいですよね。はい、ありがとうございます。なんか私も日本人みたいな発言してますけど、自分も外人ですからね。
たまに忘れますけど鏡を見ないとあれ誰なんだろう、アイデンティティ何なんだろうと思い忘れちゃいました。はい、そうです。今後じゃ あのルディさんはあの博士号1、2年後ぐらい、3年後ですかね、遅くて多分取られると思いますけど、取得された後に研究の道行きたいのか、それともなんか先ほど前にもすごい興味があって、農業もすごい興味ある方で、まあ、夢かもしれませんけどね、ということでいろいろ興味がある方ですけど、やっぱり日本とフランスをつなげたい、その関係の仕事の方がいいのか、それとも別に日本とフランスにあのとどまらずに、その先ほど の, その研究分野で世界的にいろんな国に活躍したいのか。あ、そうですね、あの、まあ、基本的には研究の分野もあの研究のことはそうなんだと思うんですけど、結局自分のやりたいことはまだ決まってないんです。日本の若者と一緒ですね、今のね、私が言うと怒られますけど。はい、私もですね、いろいろ頑張ってやってますけど、たまに本当に今やってることは本当にしたいことなのかと思う時はありますね。同じエネルギー、同じ時間、同じお金、同じ人間関係を使って別の分野でやれば、もっといろんな人を巻き込んでもっと成功してたかもしれないということをどうしてもたまに考えちゃうので、それが悪いことではないと思うんですね。人は成長し、年を重ねていく上でやっぱり意見が変わるのは当たり前のことで、20歳と30歳、40歳、50歳で同じ意見であると、その人が成長してないことになりますから、年を重ねることによって意見変わること、やりたいこと変わることもいいことだと思います。はい、皆さん、ということで今日はあのすごく美人さんで、あの北海道大学の優秀な留学生で、すごくあの優秀なあの博士課程ですね、あの大学院生のルディさん、フランス人のルディさんにお越しいただきました。本当は私の方が横浜から来てますけど、ね。はい、次もあのこのような形で北海道大学の私の後輩にあたる皆さんと、北海道大学の職員とか札幌の皆さんと話をしていきたいと思いますので、次の今後の動画も楽しみにしておいてください。はい、どうもありがとうございました。バイバイ、ありがとうございます。はい、皆さん、ということで、あの動画の続きですけども、今日来ているあのルディさんと一緒に来ているこの、あのビストロマリオさんですね、ビストロマリアのマリオシェフも今日も仕事してて、美味しいご飯たくさん作っていただいてますけど、マリオさん、ここって外国人と日本人って割合的にどっちが多いですかね、お客さんが。やっぱ日本人の方が多いですね。日本人の人が8割、9割ぐらい。9割、8割、9割が日本の方ですね。はい、ここって一応居酒屋なんですけど、はい、ただ私たちが知ってる日本的な居酒屋ではなくて、ちょっとユーロピアン的な感じですかね。そうです、洋風居酒屋っていう。あれってどうしてそういうコンセプトにしたんですか、もともと。どうですかね、みんながやっぱね、あのワインを軽く飲めるようなところの酒場にしたかったんで、はい、こういうこの、でもワンコインで飲めるような感じで、そうですね、はい、オープンしました。やっぱりワインが主体ですからね、美味しいですよね。普通居酒屋行くとあまりワイン飲まないですからね、あの和風ですとなんか日本酒とかね。そうそう、昔あんまりワイン、ね、飲む方があんまりいらっしゃらなかったですかね、北海道から北海道来て。うん、あ、マリオさんも北海道じゃないですね、元東京出身。パローじゃなくて。パローじゃないです。東京ですか、やっぱり。面白いですね。いや、昨日もまた面白い、あの別のワインのプロのソムリエの方のワインバーを見てみたんですけど、皆さん話面白いですよね。はい、ということでマリオさんの紹介でした。すすきのに来たら必ず寄ってみてください。はい。